脇坂俊一は日本のレーシングドライバー、レーシングチーム監督、プロデューサー。奈良県奈良市出身。実定は同じレーシングドライバーの脇坂香る一。夫人は元レースクイーンの福沢美穂。長年にわたる全日本 GT 選手権やスーパー GT での活躍でミスター GT の異名を持つ。1996年に全日本 F3 選手権で シリーズチャンピオンを獲得し、以後フォーミュラ日本や全日本 GT 選手権などの第一戦で活躍を始める。1996年には国産 F1 プロトタイプマシンドーム F105 のテストに参加し、1998年には F1 のジョーダン、無限、ホンダのテストドライバーを務めた。当時はホンダ陣営の若手ドライバーだったが、 JGTC において2001年にチームレモンズに移籍して以降、トヨタのワークスドライバーとなり、2002年には JGTC シリーズチャンピオンを獲得した。軽妙なトークと明るいキャラクターでも知られ、ジャンクスポーツ、F1 グランプリや、激走、GT スーパー GT など、多数のテレビ番組に出演する。多くのスポーツ選手や芸能人と交流があり、2003年には、 佐々木和弘がチームオーナーのチーム22からホーミュラ日本に参戦した。2004年からはお笑い芸人のダウンタウンの浜田正俊のオファーを受けて吉本工業とタレントマネジメント契約を結び吉本工業所属タレント初のレーシングドライバーとなった。またタレントのひろみと共に H ファクトリーレーシングチームを結成し2002年のスーパー対9に フル参戦したほか、2004年からは、フィールズレーシングチームチームプロデューサーとなり、広宮穂坂直サカ・をドライバーに起用した。2011年東日本大震災より、東日本大震災、復興支援プロジェクトセーブジャパンを立ち上げた。元レーシングドライバー松本慶治は師匠である。以前には、鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラの講師も務めた。教え子の一人に、 佐藤拓馬がいる。スーパー GT においては、トヨタのレクサス SC430 レクサス RC-F の先行開発ドライバーを務め、同じく SC430 の開発ドライバーである立川雄二と並んで、トヨタのエースと呼ばれていた。しかし、2004.2005年シーズンは未勝利に終わった。近年は、車の開発、モータースポーツの向上を挙げ、 たくさんの人に車の良さ、楽しさを伝えるのもと開発やイベントに積極的に参画し、若手育成にも取り組んでいる。2006年にはトムスに移籍し、新たにアンドレ・ロッテラーがパートナーとなった。開幕戦鈴鹿において、新天地での初優勝を得た。同年の優勝は、この1回のみだったが、前線でポイントを上げ安定した成績を収め、SC430 の デビューイヤーを2002年以来のシリーズチャンピオンで飾った。2008年にはドライバーズタイトルは逃したものの表彰台に4回上りチームタイトルを獲得した。2009年は初戦はポイント圏外に終わったが第2戦以降は表彰台5回を含む結果を残しドライバーチームのダブルタイトルを得た。2016年にスーパー GT を引退。同時に チームルマンの監督へ就任。タカテコリーにおいては、レーシングドライバーとして参戦をしている。2019年には、第4戦、タイラウンドで監督として、初の勝利を挙げ、続いて、第5戦、富士スピードウェイでも連勝を挙げる。その勢いを保ったまま、最終戦、ツインリンクも敵でも見事2位に入り長らく低迷を、続けたチームルマンを立て直したとともに、自力で、 チャンピオンに輝く。2020年から TGR チームサードの監督として指揮を取る。2020年10月4日、スーパー GT 第5戦富士でサード遺跡後初勝利。トヨタのモータースポーツ部門においては、社長であるトヨタ雄よりマーケティングを一任されるトヨタ画像、レーシングアンバサダーに任命され、プロデューサーとして、 トヨタ画像レーシングフェスティバルの総合演出を担当し、全国のサーキットで開催した、走れ86特別試乗会の総合監修を担当し、マイナーチェンジとなったトヨタ86のプロデュースをするなど、市販車への情報発信をする多岐にわたった活動を行っている。マーケティングの一環で、車の魅力を伝える人としては圧倒的に人気を誇り、 インフルエンサーとなることから、豊田秋夫公認による、唯一豊田以外の車種を乗ることが許された、レーシングドライバーとなる。ありがとうございます。